国際交流基金地球市民賞は、国際文化交流活動を通じて日本と海外の市民同士の結びつきや連携を深め、互いの知恵やアイディア、情報を交換し、共に考える団体を顕彰しています。2014年度は3つの特定非営利活動法人、アメラジアンスクール in 沖縄、奈良国際映画祭実行委員会、プラスアーツに贈られました。2014年9月、今回で3回目となる奈良国際映画祭が開催され、国内外から応募のあった作品をはじめ、多数の映画が上映されました。この映画祭は第60回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した奈良県在住の映画作家、川瀬直美さんの提唱で始まりました。私が映画を作り始めてから、特に国際映画祭で、私の映画を上映していただく機会が海外で増えた時に、自分のふるさとでそういったことができないかと思ったんですね。つまりはその外に出ていかなくても、私たちの国で、私たちの町でそういうことが行われれば、その交流が自分の場所ででき、自分たちの地域の宝物を伝えることができるって思ったのがきっかけでした。奈良国際映画祭では、若手映像作家の育成を目指してナラティブコンペティションや学生映画部門のナラウェーブなどのプログラムが行われています。ナラティブコンペティションは長編監督処女作もしくは2作目までを対象としており、最優秀者にはゴールデン鹿賞が授与され、副賞として奈良県内で映画を制作する権利が与えられます。海外の監督とやるので、一緒に映画制作をするので、その面でのいろいろ苦労はあるんですけれども、すごく勉強にもなるし、すごい光栄なことやと思っています。奈良県内で撮影をするっていうのが一番の前提にあるので、奈良市内とかこういう世界遺産があるとかっていうのは知られてるんですけど、それ以外の普通の暮らしだったり、 山奥に行った人々の様子だったりっていうところを、世界とか、日本も初めなんですけども、発信できるっていうところが一番の魅力だと思ってます。映画祭の期間には、子どもたちが作った作品の上映や、自転車で発電した電気を使っての映画上映など、映画制作者と市民とが一体となって楽しめるイベントが開催されます。そして奈良国際映画祭のもう一つの特徴が国際交流です。かつて国際文化経済交流の拠点として栄えた奈良の都を舞台に、映画を通して世界の人々と交流し、さらに地域の活性化とともに奈良の魅力を世界に発信するさまざまな取り組みを行っています。ものすごくローカルなことと世界が直結したっていう瞬間を厳然せしめるというか、目に見える形に作れるっていうところが奈良国際映画祭の面白いところだ。あとやっぱりこのロケーションが、かつてその奈良時代には国際都市であった奈良っていうことを今表現するとしたら、こういう形なのかなっていうのを表現できてると思うので、奈良ならではの映画祭になってるなと思います。プロがやるんじゃなくって、みんなで手作りで作り上げていって、で、スタッフでお客様、一体となって、みんなで作っていってる映画祭、アットホームな映画祭っていうのが、一番の特徴かなと思いますけれど。映画祭以外の期間にも、毎月第2週の週末に奈良市内のさまざまな場所で映画上映を行う移動型映画館奈良シネマテイクの開催や、県内の学生を対象に映像ワークショップを開催するなど、
映画文化や映像制作のノウハウを次の世代に伝える活動を積極的に行っています。思いがけずですね、こんなに素晴らしい賞を100団体もある中から3団体の中に選んでいただいて本当にありがたいと思うと同時に、これから先の活動も含めて評価していただいた、その支援という意味でもしていただいたと思いますので、それに恥じないように一歩一歩変わらず丁寧に活動を続けていきたいなと思います。奈良という地域にこだわりながら若手映画人の育成、国際交流などを通して地域の活性化に貢献する奈良国際映画祭。ここから世界に向けて新たな映像文化が発信されています。今日本の各地で文化や社会の違いを乗り越え地球に生きる市民として国際文化交流に取り組んでいる人々がいます。国際交流を通じて人々の創造性を高め新しい視点や価値観をもたらしより良い地域を作る原動力にもなっています。国際交流基金は地球を舞台に活躍する人々を支援し明日の平和な世界と豊かな地域づくり、社会づくりに貢献しています。